はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、このウェブカメラ自身がロジクールの新しいウェブカメラに変わりました。なんか鮮やかな感じしますよね。なんかくっきりした感じで、最高級のウェブカメラということで、なかなかいいんじゃないかなと思います。村長ミュージックスタジオ。僕の大好きなユージャム、これの新シリーズ「キャンディー」っていうですね、こんな可愛らしいポップなですねビートメーカーが発売されました。ビートメーカーユーザーには3000円というような低価格で購入できます。ですからこれをちょっと導入してみました。どんな感じのビートが作れるかちょっと聞いてみてください。これから演奏スタイルを変えていきます。スタイルのバリエーションはこんな感じで、たくさんあります。そしてですね、音色とかちょっと今までのものとまた変わってですね、このユージャムさんのプログラムの作り方っていうのはとっても理にかなっていまして、例えば今回のはポップということですから、ポップスに合うようないろんな小道具をちゃんと準備しているんですね。ここなんかはスネアよりキックよりに音を集めたらどうなるかとか、そういうような形でエフェクトが作られていきます。スネア寄りにします。離すとすぐ戻ります。バスドラより、ドラムのキットをここから選べます。約10パターンあります。ここにもスタイルがありまして、こういうエフェクトの特徴をどれだけアマウントするか、そしてそのイメージをどれだけ強調するか、下の方にはマスターのいろんなエフェクトがあります。マキシマイダ、
音圧が稼げますね。ここがアビエンス、いわゆる、まあ、空間系ですね。各ドラムの種類などは鍵盤の半分より上をこう選ぶと、例えばこれでバスドラムを選択できます。いろんなバスドラがこのように選べます。そして、スネア、スネアもこんな感じで、今までのビートメーカーよりたくさんありますよね。そして各ボリュームであったりとか、まあ、パンチとかフィルターとか、そういうようなパラメーターが準備されています。ここで調べるときには、先ほどからもやってましたようにラッチをクリックして、あとは指1本で、はい、今押したところはエンディングですので、ここを押すと最後は終わるという形になります。ここに音楽の、まあ、アレンジですね、どこのアレンジで使うかというような音階を押すことによって、そのパターンが表示されます。はい、まだまだ細かいところはあるんですけれども、ビートメーカーはどの種類もですね、このような形で素早くビートを作れる、とっても強力な時短ツールになっています。またここで MIDI の音程をここに書くのもいいんですが、鍵盤の上半分をドラッグするとこのようにビートがここに出せます。例えばこういうふうに、これがいいなと思ったらこの上側、こういう感じですね。そうするとこちらで勝手にですね、DAW の方で再生をしますと、その通りに演奏されます。ドラム用のソフトというよりも、何せジャンルに特化したビートメイクツールとでも言いましょうか。このシリーズも割り切られた形でドラムのパートを作るという、そういうツールとしてはとっても優秀ではないかなと感じています。ユージャム大好きですから、僕はですね、ユージャムのシリーズをかなりたくさん持っております。このようにですね、ずっともうほぼほぼ全種類ですね、1個ずつ買いながらここまで貯めてしまいまして、それだったら全部入りを買えばとっても安かったなと思うんですけれども、まあそんな形で今までですね、ユージャム大好きで来ました。まあこれからもですね、どんどん活用して早くアレンジを仕上げる、その道具として使っていきたいと思っています。村長でした。